今ね、あの静岡、ところにね、来てますけれども、ちょっとまあね、すっごい寒い、日本で、北からね、南の方、大雪になってます。静岡はまだね、比較的暖かくはないけれども、まあ氷点下になったよっていう感じで、まあ富士山がね、ちょうど日の出が出る、ちょっと手前で、ちょっと僕の結構好きな、スポットなんですが、ドブ川の脇の、富士山、もうあとね10分ぐらいするとね、日の出っていうねタイミングになります。というようなところでね、非常にのどかな、静岡の、ちょっとした街並みというところで、今朝6時半ちょい過ぎかなっていうところです。という感じでね、ちょっとねいくつか、撮影も含めて、この後も、熱海の方とかね、真鶴の方とか湯河原の方とかもね、ちょっと行ってみようかなと、思ってます。というような感じでね、綺麗な富士山でした。1月の終わりあたりですが、ホテルのね、正面の庭から、富士山を、撮ってます。駿河湾、清水港ですね、ここから見えるのがね、で、まあ、絶好な、富士山景色ですけど、こんな感じ。はい、はい、
い、どうもです。静岡じゃねえや、神奈川、真鶴、来ました。まあ、熱海と湯河原の間、湯河原のちょっと手前か、のところにねあります。非常にまあ天気のよく、日本は日本中なんか非常に寒い感じの、豪雪でっていうところで多分、沖縄とか覗いたら一番暖かい場所かもしれない、1月の終わりの、今ちょっとね、そこに真鶴港が見えますね。まあ、そのまま左側行くと相模湾っていうところですね。で、真鶴岬みたいな、ね、感じの、こんな感じの、住居地というか別荘地、そんな感じです。まだね朝、ちょっと早いけど、早いというかまあ8時半ぐらいか9時ぐらいか、というようなところで、ちょっと皆さんの出勤と、あとでねちょっと車、で皆さんの方だったり、今日1月の終わり、神奈川真鶴、真鶴岬のねこのちょっと先端に朝方来てみました。まあ、日が出てからもう9時ちょっと過ぎですけれども、まあ、非常に綺麗なね、プライベートビーチ、っていうような感じで、遠くの方にはあの熱海が見えますね。熱海島が今、カメラの先、で、相模湾の、中にある、これ真鶴岬ってやつですね、の先端のところに来てます。もともとはなんか Google の副社長かなってこれを置いてあったらしいんだけど、まあ、ここのプライベートビーチ、まあ、今ちょっとね、開発されてるような感じで、知る人ぞ知るっていうようなね、場所です。という感じで、そうですね。はい、1月の終わり、雪が暖かいポカポカの、奥にあるのが大島なんじゃないの？真正面。そうだね。あれは多分その、うん。あ、でもこれいけねえじゃん。